阪がセビージャ FC を迎えての一戦ということになりました。スタッドハブワールドマッチです。まずファーストシュートはスレッソでした。滝谷がこのテクニックを見せて最後水沼がシュートを打つんですが、このあたりは本当にいい出足でしたよね。コンピューターが、ね、突破をしてシュートというところまでは持っていきましたから、はい、ここで1点取っているとまた違う。なるほど、まあ、それだけ最初はワクワクさせるようなそんなプレーを見せましたキャプテンの柿谷陽一郎です。ただ一方のセビージャなんですが、判断力の高さそして実力を見せつけました。ここはインソーヤが入り込んできます。セレッソの選手たちがディフェンスにいるんですがなかなか機能しないという状態が続くんですよね。まあ、緩急長短をうまく使いながら、はい、大きいスピードアップするんでしょうけど、空いたスペースにグッと入ってくる感じはさすがですね。そうですね。そして17分です。杉本健雄フロントザマンシュート積極的に打ちます。やっぱり彼がもっともっとね、レースと日本のために活躍してもらいたいなと思いますね。なるほど、以上のレベルの高いところを目指してほしいところでもありますね。モントーヤ倒されたんですがすぐ次のプレーに移る、これもヨーロッパの一つの強豪チーム、そんなプレースタイルかもしれません。一瞬 PK のアピールをするかなと思ったんですが全くそんな素振りを見せずにパスを出します。モントーヤ、そして左サイドを崩します。サラビア、ベンゲデン、バスケスの結果、ここはキム・ジンヒョンが好セーブを見せましたが素晴らしい崩しでしたね。本当に長短、はい、全体の意識が統一されているのでこの意味を取られました。から始まる攻撃が素晴らしいものを見せました。そしてゲームが動いたのは42分です。このシュート詰めたところベンエデン、モントーヤのシュートをベンエデン決めました。まあ、キムリーニョンがこぼしたところはこれはまた別として、はい、まあ、グロンデイルのドリブルで運ぶところもそうですし、やっぱり詰めてるところですね、はい、こぼすだろうというところでベンエデンがもう誰よりも早くここに詰めているというのがポイントですね。なるほど、伸ばさなかったベンエデン、これぞストライカーというのを見せました。170センチの身長でストライカーを張っているのがベンエデン。さあ1点ビハインドで後半に折り返した両チームですがセレッソですが、ここはバンソの素晴らしいパスですね。まあ、見てるこちらも痺れてしまう、そうですね、スーパーなパスですね。セレッソサポーターの方も思わずおーという歓声を上げてしまったかもしれませんが素晴らしいパスを見せてくれました。しっかり左腕でボールには立てるように見えますよね。そうですね、PK を取られました。ベンエデンが落ち着いて決めています。これで2対0、セビージャのリード2点と変わりました。ただ諦めないのはセレッソ、途中交代の選手たちが非常に頑張っていました。キム・ジンヒョンの1本のパス、リカルド・サントス、さらに関口、リカルド・サントス、そしてスタートで出ることのない選手たちがアピールをして1点をもぎ取りました。ただこのシーンにも本当にセビージャの凄さを感じたという福田さんの話がありましたが、ムニエル逃しませんでしたね。まあ、親善試合ではあまりこういう場面はないですけど、はい、それでやっぱり競争が激しいというところもあるんでしょうし、そうでしょうね。まあ、これぞストライカーというところは見せてくれたと思いますね、はい、ワンタッチゴールを決めて終了間際に3点目、3対1でセビージャ FC がセレッソを破っています。